テキストや音声だって翻訳だ多くの言語を学びに使う57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。 日本語以外の言語として多くの人が学んでるのはやはり英語でしょう。今や義務教育で誰もが英語を学ぶことになり第二言語として定着していると言えます。そのためちょっとした会話や読み書きができるという人は多くなりましたよね。 ですが、全員が全員、しっかりと英語ができるわけではありません。やはり普段から慣れている日本語の方が、スムーズにコミュニケーションを交わせますし、読み書きも楽に行えます。勉強すれば問題ない、そういう人もいるでしょうけれども、 勉強をしたくないという人も多いのが現状です。だからこそ AI が音声翻訳してくれるポケトークが人気なんですよ。ポケトークは多言語対応していますので、ドイツ語やフランス語、韓国語など英語以外でも翻訳してくれます。 またカメラで撮影して翻訳することもできますので海外旅行で行き先案内の看板やレストランのメニューにも役立てることができます。もちろん自宅で勉強をする際に辞書代わりに使うのもいいですよね今回の単価は「 画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、Podcast で配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室単歌部でした。